ジェラルディン・スー・ページは、アメリカ合衆国の女優。1985年の、バウンティフルへの旅でアカデミー主演女優賞を受賞した。アメリカ合衆国ミズーリ州、カークスビル出身。8度もアカデミー賞にノミネートされ、女優演技部門において、メリル・ストリープ、キャサリン・ヘプバーン、ベティ・デイビスに次ぐ、歴代4位となる記録保持者である。彼女が更新に与えた影響は大きく。 その存在は、現在のハリウッドを代表する大女優メリール・ストリープや、ミシェル・ハイファーにも受け継がれている。父のレオン・アーウィン・ページは、生骨医師。母、パール・メイジージ・ー・ページは主婦。年上の兄、ドナルドとの4人家族の中で育つ。5歳の時に、シカゴに転居し、その後は、ユタとニューヨークで、リー・ストラスバーグと共に演技を学ぶ。1953年の、本堂で、 スクリーンデビューを果たす。本作では映画初出演ながら、ジョン・ウェイン演じる主役の相手役という主要キャストの一人を務め、デビュー作にしてアカデミー女演女優賞にノミネートされる。1961年の肉体の隙間風と1962年の乾いた太陽で2年連続ゴールデングローブ賞、主演女優賞を受賞し、 アカデミー主演女優賞にも連続してノミネートされる。1967年と1969年には、エミー賞主演女優賞を受賞する。その後も、フランシス・フォード・コッポラ監督が若き日にとった、大人になれば、でも、オスカーの女演女優賞候補となり、ウディア・レン監督のインテリアでは、ヒステリックで、完璧主義者のインテリアデコレーターやを抑制の効いた、白身の演技で見せ、 オスカーでは主演女優賞候補となり英国アカデミー賞女演女優賞を受賞。1985年のバウンティフルへの旅で8回目のノミネートにして悲願のアカデミー主演女優賞を受賞した。1987年6月13日、ニューヨークの自宅アパートにて心臓発作により死亡。ありがとうございます。